な寂しい感じになってきた。めちゃくちゃ3軒目に向かっていまーす。もういい感じです。2軒目はまあ、はい、お食事でしたけど。そうですね、はい、3軒目はちょっとスナックに。スナックなんてさ、もうほぼ行ったことなくて、スナックで歌うってさ、知らない人に歌を聞かれるっていう、そのちょっとなんかあんまりない経験ですよ。ここですかね。え、あ、いやもうザ・スナックっていう店構えですよ。安いよ、チャージ1000円だって。カラオケ、お菓子、食べ放題。これさ、ボックスより安いよね。歌って、飲んで食べて。お願いします。すごいよ、キープボトル。壁が全部カレーも、ルーローハンも800円。ちょっとお腹空いて、ちょっと歌いたいなっていう時に良くないですか。いいですね、安いね。シャンパン開けちゃう。シャンパンって一番安いのでどのぐらい。16,500円になります。あ、安いので16,500円。いいよ、ね、ちょっとやめときますか。いいよ、ね、これ何、ゲームウォッチだって。これ見たことあるな。じゃあ普通にチューハイとかで。よろしくお願いします。いや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 、もうチューハイ、じゃあ、ソーダとか。あ、はい、はい、大丈夫です。こういうとこで歌うの初めてかな。あ、でも私2丁目にちょっと通ってたことがあって。へ、昔本当にいろんなとこ行ってるんですけど2丁目ではよく歌ってたな。あ、そうここは何年ぐらい。半年です。あ、そう、え、でもお店自体は結構前からある感じですか。20年ぐらいになんかおじいちゃんがやってたスナックだったんですけど、そこでちょっとおじいちゃんの、まあ、体力の限界、はい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 、そこからで受け継いでやられてる感じ。私だけちょっと別のママがやってて、でママがちょっとどんどん移して、じゃあやりませんかみたいな話いただいて、話です。お菓子いっぱいあるよ、お菓子。はい、これコルボサからのあれなんですね。あ、そうです、そうです、食べ放題なんです。あれなんだろう、はい、いいですね、あの広さといい、ちょっと落ち着く感じ。神棚があると。ちゃんと3つ溝の口神社に行って、ね、真ん中と右と左とやってるんです、はい、すごい。うちの母が神主なんですよ。はい、でも神主って言っても国学院に60代に入の時に入ってなんか卒業したんですけど、その時になんかいろいろ祝詞とか地元の神社に神主さんがいないんで、まあ、七五三参りとか厄払いの時とかに呼ばれて行ってるんですけど、何歌おうかな。You.
すごい、やった。歌えますよ。美空ひばり。おお、いいじゃないですか。うちの母親がめっちゃファンで、なんかレコード大全集みたいなの持ってて。わかります。ノリノリですね。ちょいと待ちよ熊屋さん、お前に込んでたのみんなござんす。この内緒で渡して内緒で返事が内緒で来るようにできゃせんかいな。相手の名前は聞くだけやもやは歌の文句にあるじゃないか。娘は行くときはやっぱり娘の幼馴染の友達とか別の部屋違う部屋そう、一緒には一緒の部屋ではないっていう。どうしようか。何あと何がいい。なんか若い人多くないですか、ここ来る人。だって嵐とか30代ねえ、若いわ。あ、あれはこれ歌おうか。そう、すごい疲れるけど、これこれがちょっと怪しいとこや。愛を込めてあなたの大げさだけどくと思って理由なんて聞かないでよね。今だけ全て笑わないで受け止めて決めないで届かぬ言葉も抱きしめてそばにいる眠れる想いはあなただけじゃない。 Goodbye 君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない。でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛いやいや。でも甘いないやいや。初めて歌いました。かわいいふりしてあの子割とやるもんだねと言われ続けたあの頃生きるのが辛かった。行ったり来たりすれ違いあなたと私の恋いつかどこかで結ばれるってことは永遠の夢。青く広いこの空から
らの雲流して流されて私待つわいつまでも待つわたとえあなたが振り向いてくれなくても待つわ待つわいつまでも待つわ他の誰かにあなたが振られる日まで守り大好きあのちょっと初回のはしご酒、今回、このお店3軒目で、気持ちよく歌わせていただきました。今日ご好評ならば、はしご酒続けていきたいと思います。コメントでもし歌ってほしい歌とかあったらリクエストほしいですね。そうですね、知ってる曲だったら歌えるんで、あのどしどしリクエストください。